おはようございます、こんにちは、こんばんは、塾長です。10月の4日月曜日はシリの誕生日。iPhone を使っている方はおなじみシリでございます。2011年の10月の4日がシリの誕生日なんだそうです。シリができてから今日で10年、10歳なんですね、シリはね。まあ開発当初からですね、いろんなこうね使っているユーザーからの情報を得て、いろんなことをこう話すようになって、どん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 頭が良くなっていくわけですよね。僕シリの機能で一番すごいなと思ったのはですね、たまにカフェとかに行って流れてくる曲で、おこの曲いいなって思ったらですね、ヘイシリーこの曲なんて曲っていう風にして聞かせると、その曲がわかるんですよね、この子ね。すごくないですか。何をどうやったらそんな AI がこう搭載されててわかんのかね。そういう機能をつけようっていうことをいろいろ工夫して考えた、人間の知能ももちろんすごいですしね。だからどこまでこういう AI がこう賢くなっていくのかなっていうのは、まあ、怖いとも思いますけれどもね、もうワクワクすることばっかりですよね。はい、でですね、今日はSiri の名言です。名言と言っていいのか、Siri にですね、Hey Siri 疲れたよって言うとこうやって帰ってきます。人間にも機械にも時には充電が必要です。少し休んでくださいね。シリがいたわってくれます。なんか下手な人間よりもこの子の方が自分のことを癒してくれるかもしれませんよ。だって嘘嘘、そんなことないです。家族の方が大事ですよね。そうだと思うんですけど、本当にね、人間の困ったところに対してね、シリはいろんなことに答えてくれるんだと思うんですね。ちょっとした暇つぶしにですね、シリにいろんなことを呼びかけてみるとですね、面白い発見があるんじゃないかなって。まあそんなことね、私じゃない、誰もが言ってることなんですけれどもね、改めてね、今日誕生日なんで、あ、そう、今日シリの誕生日ですから、シリ誕生日おめでとうって言ってみてください。今日特別なことをですね言ってくれると思います。私も今日はそんな風にして楽しんでみたいなという風に思います。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さんまたね。